とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ今日も妖怪学園 YYY 学園生活をやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは行きましょう。今日はね、ボスラッシュやっていきます。前にもボスラッシュやったんだけども、今日やるボスラッシュは11月後半にアップデートされたボスたち。まずエルゼメキア、そしてゾディアライアで、サメキホジロウにマゼラボルト、その4体を倒していきます。できればね、ラスボスまで行きたかったんだけども、ラスボスはまだ出しちゃダメなので、この4体をボスラッシュ行ってみましょう。ちなみにね、今回は漆黒丸できました。必殺技はね、全部グランドオーダーアースブレイクできちゃったんだけども、ちょっと失敗したな。食べ物ローストビーフなのよね。パワー上げたところで攻撃力上がらないしね。黒い稲妻4つで来た方が良かったかな。まあいいや、倒せるでしょう。今日はねこれでいく。うん、これ最使用時間長いし、まあダメージもそこそこぐらいなんだけど、まあかっこいいからこれでいいや。でしかも多分マジカルベールにはこれが向いてるんだよね。これ物理じゃないからダメージは入ると思うんだ。でも長いな、再使用長。あ、一応食らうんか、若干食らうね。でもいいや、これ再使用確かね26秒か7秒あったんだよね。この再使用は長いこれは長えぞ。ちょっと次は黒い稲妻とかも行こうか、物理系で行こうかな。ちょっと長い。ああ、戻ったし、戻っちゃった。まあいいや、一発で元に戻りました。ここまで違うか。ここまでやっぱりあるよね。やっぱり再使用時間ってすごい重要だから、これは問題ありだ。漆黒丸、すげえだろ。まあ次いきます。ゾディアライア倒して、ホジロウ君とマゼラボルトにはちょっと物理系で行こうかな。こうシャドウマンも出るから範囲攻撃ができるこっちの方が有利かなと思ったんだけど、まずもってあれだな、再使用時間が長すぎてこれとんでもないわ。パーティーだったらいいけどね、ソロで行こうとするととてもじゃないけど時間がかかりすぎてダメだわ。あ、やばい、プラズマ死ぬ。危ない危ない、今お花畑が見えた。あれ一発確実1000以上食らうからね。まあクリティカルは俺食らわないにしても、クリティカルなしでも多分相当なダメージ量だから、プラズマは注意してもらうとね、やっぱむやみに攻撃していくとちょっと痛い目見るかな。マジカルベール、いやいや全然大丈夫だよ、マジカルベールごとき大丈夫。これも、あ、止めた。でも雑魚敵が出てきて、よっしゃ、プラズマアップね。お花畑見えちゃったよ。危ないな、危ねえ危ねえ、ちょっと注意していこう。おお、オッケーオッケー、そういうのは全然いいけど、プラズマがやばいダメージ。ここは避けていくか、大体の避けるタイミングっていうのも分かったし、いいかな。よし、あと2発か。やっぱり芸能人ガクトじゃないとダメージがそこまで取れないね。よし、でもこっちがなんかね安心なのよ。ゾディアライアは特になんか
攻撃頻度がそんなに多くないから。よっしゃー、こっちの方がいい。まあいいものは出てないけども、今日はねボスラッシュだからいい。じゃあ次小次郎くんとマゼラボルトいきまーす。次小次郎くんです。こいつも中ボスだけど、あれだもんね、攻撃力が結構高いから注意が必要だよね。でグランドオーダースベイクはやめて、黒い稲妻と、闇夜の奇襲を入れてきてます。こっちの方がね、最使用時間が短いので、まあソロ向きかなと思うんだよね。まあ威力としてはやばっ、危ねえ。アースブレイクの7割ぐらいかな。でも最使用時間が短いのでガシガシ使っていけて、俺はこっちは結構好き。まあ範囲なんかもね、あっちの方が断然上なんだけど。あ、やばい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 、なんか動き遅いぞ。凍結してるからか、とあれか、芸能人ダフトじゃないからスピードが上がってないのか。食らうな。これもさ、宇宙服がないと相当危ないんだけどね、こういう戦い方は。宇宙服装備してなかったらここまでガシガシいかないんだけどね。はい、ではマゼラボルトいきます。んじゃ、まあマゼラボルトもサクッと倒しちゃおうか。まあ攻撃力はそこそこぐらいしか上げてないのでちょっとかかるかもしれない。おお、闇夜の騎手意外と走っていくな。意外と範囲広いぞ。結構短めかなと勝手に思ってたけど、そうでもないわ。結構範囲広い。うん、使いやすいね。まあ黒い稲妻の方がまあ衝撃波でいくから、結構後ろ側から打っても当たるからね、こっちが安全ではあるけどね。でも闇夜の奇襲も全然悪くないよ、いい感じじゃん。でもあれか、最使用時間としては一緒ぐらいだから、20秒ぐらい2つとも。なので、威力も高い黒い稲妻の方がいいのか。レイ、はい。で今回は、ローストビーフ持ってきてるんで攻撃力が上がってちょうどいいですね。でもそんなに上がんないか、言うてもそこまで攻撃力は上がってなさそう。一応 30% 上がるんだけどね、言うても 30% か。いやいや、でも結構でかいよ 30% って。おい、でももともとのね攻撃力の上げ方がだいぶ上がってるんで、普通よりはだいぶ早いと思う。おお、いいね。危ない。よし、もうちょっと。うおっと、あぶね。おお、危ないね。あのあと結構即死コンボみたいな感じで来るんだよね、ピヨったところに別の技が。おお、このブレイズ、ブレイズ効くな。来た来た来たよ来たよ。危ない危ない、危ねえ。ブレイズはねこう炎上するからちょっと怖い。あ、まあ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 いいか。じゃあもう少し。ああ、ここはあれか、芸能人学校の方が戦いやすいかな。スピードを上げていった方がいい気はする。はい、まあまあ全然倒せたけどね。では今日はボスラッシュでした。エルゼメキア、そしてゾディアライアにサメキホジロで最後のマゼラボルトでしたね。
はい、それではまた出していきますのでチェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。そいや。